はい、ネオンムカデです。憲法は全ての法律の生みの親。お、入れました。興味津々ですね。はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、最近人気急上昇の玩具を紹介したいと思います。紹介するのがこちらでございます。はい、ネオンムカデです。この玩具はですね、最近人気で、これもう2回目なんですけど、もうすでに何個かね、なくなってる状態です。値段はね、77円で、すごいね、人気です。ということでね、今日はこれをじっくり紹介したいと思います。はい、こちらですね。こんな感じです。この台紙は、おっさんが作ったんですよね。作った理由なんですけど、こういう一個一個色がついてるやつとか、形が違うやつとか、そういうやつは、こう一気に全体が見れるように台紙につけた方が売れますね。もし商売してる方がいれば参考にしていただければなと思います。じゃあ早速紹介していきます。じゃあこれを取ります。こんな感じです。ネバネバ手触り、ベタッと貼り付くネオンムカデですね。対象年齢6歳以上。こんな感じで、裏が壁やガラスに貼ってディスプレイ。貼る場所や素材により色や素材が付着して取れなくなる場合がありますのでご注意ください。そうですよね、こういうのって特にあのビニールとかにつけるともう色がね、そっちに移るんですよね。なので例えばビニールバッグとかそういうのに入れるときは注意してくださいね。警告、勝負品があります。誤飲や窒息の恐れがありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。食べ物ではありません。絶対に口に入れないでください。で、注意、遊んだ後は対象年齢未満のお子様のいないところに保管してください。人にぶつけたり振り回すなどの乱暴な遊びは避けてください。安全のため破損変形した製品は使用しないでください。危険ですので絶対に火に近づけないでください。壁の材質によっては貼り付いた部分がシミになることがあります。ご注意ください。直射日光のある場所や高温の場所には放置しないでください。製品を廃棄するときは自治体の廃棄基準に従ってくださいですね。お、製造物賠償責任保険ついてます。で、販売源が株式会社常盤商事さんですね。大阪にあるみたいです。大阪やっぱり多いですよね。じゃあこれをね、開封してみたいと思います。はい、今日の子供六歩です。憲法は全ての法律の生みの親。国の仕組みと理想が書いてあるよ。ちゃんとついてきてね。憲法は他の法律とは全く違います。なぜなら憲法は全ての法律の生みの親だからです。日本の全ての法律は憲法で決められた手続きに従って作られ、憲法に反する法律を作ることはできません。憲法は法律を作る国会、法律を使う裁判所や行政内閣など国民の代表者を縛るものなのです。お、入れました。こんな感じですね。うわ、テカテカめっちゃテカテカですね。綺麗ですね、すごい。こうして見るとわー、こんな綺麗やったんや。これ窓ガラスに貼ったりしたら光っていいですね。わ、ベッタベタ食べたしてます。うわ、
すごい綺麗ですね。キラキラ。あ、こんな綺麗だったら宝石みたい。あ、結構伸びる。触り心地はもうベタベタですね。ベタベタですけど、この手にくっつくことはないですね。手は気持ち悪くないですね。触り心地が気持ちいいです。ちょっとね、窓ガラスに貼っつけてみたいと思います。はい、じゃあ今から貼ってみたいと思います。はい、こんな感じになっております。すごい綺麗に貼り付いてます。うわ、なんかよく見たらなんか筋が入って気持ち悪いですね。目もなんか黒く見えるし、ちょっと怖くなりましたね。はい、ということで今からちょっと面白い実験をしてみたいと思うんですけど、うちにトカゲさんたちがいっぱいいるんで、ちょっとこれをね見せてみたいと思います。どんな反応するかね、楽しみです。じゃあこの子にちょっと見せてみたいと思います。はい、あのガラス越しなんでね大丈夫です。お、見てます。見てます。めっちゃ見てます。すごいすごい。ついでにお隣さんにも見せてみましょう。ユニバースの子はどんな反応するかな。反応してますね。興味津々ですね。はい。はい。いかがでしたでしょうか。ベタッと張り付くネオンムカデでございます。値段は77円ですね。うちのお店ではその値段で販売してます。これと同じやつかちょっとわかんないんですけど、似たようなやつをスーパーで見たことあるんで、もしかしたらお近くのねスーパーに売ってるかもしれません。はい、こんな感じでね、今日はこれで終わろうと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。